はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今回はね、自家製スープのキムチ鍋を作っていただきたいと思います。私あのクックパッドさんに載せてるレシピで、こういうねレシピ本、クックパッドさんのね冬レシピのレシピ本にも掲載していただいて、ちょっと大人の都合でお中見せても大丈夫かな、ちらっとだけね、こういうねこういう自家製スープのキムチ鍋、製麺機って書いてあるの分かるかな、これね、製麺機ね、私のこれレシピね、今回はねこれを作ってやっていきたいと思います。でレシピの方はクックパッドさんの方に載せてるんで、動画の概要欄の方に載せておきたいと思います、リンクね。なんで美味しそうだなと思ったらね作って食べていただければと思いますね。でちょっとスープをね調合するところから始めると動画が長くなっちゃうんで、スープはもうこっちにね調合して作ってきましたね。でまあ余力があれば最後の締めにカラカラウオでも入れて食べようかなと思うんですけど、まあそこまで動画にできるかどうかちょっと今日わかんないんで、とりあえずね、自家製スープのキムチ鍋、これを作っていただいていきたいと思います。じゃあね、でちょっと下準備しないとね、先にこれ開けとこう。吉野家さんのキムチ買ってきました。キムチ鍋なんでね、キムチが入るんで、よいしょ、こんな感じだね、キムチ。とりあえずキムチを置いといて、で、ごま油をちょっと敷いときます。で火をつけて、ガス足りるかな、よいしょ。そしたらお肉炒めます。これ豚しゃぶの残りですね、全部食べなかったんで入れちゃえ、もう切って入れたいとこだけど、もう入れちゃう。ちょっとねお肉大きいかな、このまま入れたら。しゃぶしゃぶ用のお肉だからか、ちょっとね炒めて、ちょっともうここでキムチ入れちゃおうかな。キムチね、お肉と一緒にキムチをね炒めると美味しいキムチ鍋ができるんで、お鍋がね割れると怖いんで、加減してやっていただいた方がいいかもしれないですけど、土鍋でやってるんでね、金属のお鍋とかだったらまあ割れる心配ないんでしょうけど、完全にまだ火が通ったわけじゃないですけども、じゃあスープ入れちゃいます。焦げちゃうんで、これね自分で作ったスープね、簡単なんでレシピ見ていただければ。お味噌とみりんとコチュジャンと日本酒と、なんだっけ、あ、ごま油、にんにくのすりおろしとか、そんな感じかな。お味噌をね結構ねたくさん使うんでね、お味噌のねコクが出て美味しいキムチ鍋だと思います。ではちょっと白菜を、これキャベツでもいいです。今回これもしゃぶしゃぶの残りの
あの白菜があったんで白菜入れてますけど、キャベツの方が私は好きかな。でもやしなんかもこう入れてね、もう一回あれだな、全部入れないで残しとくか。でこっちね、もやし、あ、これもやし、こっちはしめじと、ニラと長ネギが入ってますね。よいしょ。あ、お豆腐もあるんだ。お豆腐先に入れよう。お豆腐ね。お豆腐も半分、まあ入れちゃうか。お豆腐入れちゃえ。あ、そう。水餃子も落ちてきたんで、あ、ちょっとあれか、見切れてるか。ちょっと待ってね、画面見切れてる、これでいいかな。よいしょ。で、水餃子持ってきたんで、水餃子も入れちゃおう。水餃子とりあえず2個ぐらい入れとくか。で、ネジ、よいしょ、しめじを入れて、おネギ、おネギを入れて、で、ニラ、もう一回分ぐらい野菜残しとこうかな。ね。よいしょ。じゃあ、ちょっとしめじ入れちゃえ。こんな感じで、じゃあお酒の類をこっちに乗せて、よいしょ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 。これでいいかな。今日はもう、あんまりいろいろね、本当は動画的にはこう何種類もね、おつまみあっていろいろ食べながらやるのがいいんでしょうけど、食べきれなくてね食べきれないもんで、こんな感じですね。今日はもう本当キムチ鍋と、あと、もしかしたら締めにカラカラをね入れて食べるかもしれないけど、まあ、今日はこんな感じですね。では、飲み物は、氷、動画の尺結構いけるかな。ちょっと一回、はい、じゃあね、今ね、あの動画のねサムネの撮影なんかもついでにして、じゃあ今日はプラキュー梅酒ね、蝶屋さんの梅酒、これでね炭酸で割って飲んでいこうかなと思って、よいしょ。炭酸ね、炭酸水ね、生協さんの炭酸水。おお。ちょっとかき混ぜるかな。じゃあ今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。では先に失礼していただきたいと思います。じゃあしばしばで乾杯、いただきます。うん、めし、おいしい。今日はね、なんかすごくまた寒くなっちゃって、昨日もだったかな、青森市でもあの桜の開花宣言が出て、なんかね観測史上最も早い開花って言ってて、ではまあだいぶ暖かくなってきたなと思ったら、今日はね天気予報に雪マークついてましたね一時期雪マークつくぐらい寒くて、もうね
なんで今日もうずっとねストーブつけっぱなしだし、もうお鍋がちょうどいいぐらいのね寒さで、うん。じゃあちょっとキムチぐらいしかないんだよな。何にも、うんと、もう 余っちゃうからそんなに用意してなくて。じゃあ吉野家さんのキムチね。いただきます。あ、そうそう。あのキムチで思い出した。あのいつも買ってる東海漬物さんのねコクうま、あれが値上がりしてたんですよ。そういえば。すごい高くなってて、もう400円いっちゃうぐらいの感じだったかな。高かったんで、で吉野家さんの方にしたんですけど、おいしい。ほんと気がつくとなんかもうあれも値上がりしてる、これも値上がりしてるって感じでね、大変ですよ。どうかな。久しぶりだな、この自家製スープのキムチ鍋作るの。前はよくね作ってたんですけどもね、なんかもう最近は一人だとねなかなか作んなくて。じゃあおかわりはミニゴロね。このねキムチ鍋のレシピ結構好評で、うん。じゃあ久しぶりにドライゼロノンアルね、焼酎ドライゼロ焼酎入れて、まあ、作れぼが400何十件とか来てんのかな、430何件かな、うん、いただいてて、これね簡単にできるんですよ。どうかな、こっちのグツグツいってる方はもういいかな。お肉も火通ってると思うんでいけるかな、こっちのグツグツしてる方。こっから、あ、アップにしようか、せっかくだから。こんな感じですね、自家製スープのキムチ鍋、ね、このお鍋はね、1人前か2人前ぐらいの分量で、のお鍋自体はあのなんだっけ、鍋焼きうどんとかね、一人前鍋焼きうどん作るぐらいのサイズのお鍋ですね、うん。でレシピの分量だと、まあ一人前から二人前ぐらいの量なんで、ご家族で大きいお鍋で作る場合はあのスープの分量とかね材料の分量を倍にして作っていただければいいと思うんで、うん、よいしょ。お肉出てきましたね。よいしょ。よいしょ。ああ、曇っちゃった。スープね、スープを。ああ、曇っちゃったな。これでいける？近づけるとちょっと曇っちゃうんで、
そうかな。あ、ニラ、ニラ。よいしょ。こんな感じですね。では早速キムチ鍋いただいていきたいと思います。もう 牛肉やね、豚肉しゃぶしゃぶ用のやつね。まあ豚バラとか入れた方が美味しいかもしれないですけどもね。いただきます。うん、美味しい。やっぱり、久々作ったけどやっぱり美味しいわ。これ入れるキムチで味変わってくると思うんで、うん、お好みのねキムチ使っていただければ。このレシピ自体はそんなに辛くしてないんで、お好みでねもっと辛くしてもいいですし、お子さんがいる場合はもうちょっとね辛み抑えて作ってもいいですしね。うん、あ、美味しい。いやー、温まる。今部屋の中18度しかないですからね。ダウン着ててちょうどいいぐらいですもん。あのちょっと薄手のねダウン、あのユニクロさんの。あ、餃子いけるか。餃子こっちに入れとくか。お肉出てきた。よいしょ。あ、ツルツル滑っちゃって。スープもうちょっともらおう。スープが美味しい。豚肉。お味噌をね結構使ってるんで、本場のキムチ鍋よりは日本人に合った味付けのキムチ鍋かもしれない。あ、豆腐、あ、おいしい。野菜とかまだ残してあるからたっぷり食べられる。いや、止まんない。美味しいな。あ、もういいだろ餃子。よいしょよいしょよいしょ。あー、つるっといっちゃう。
水餃子、水餃子、なんか金魚ねぶたみたいな形してるな、これ。わかる？これ、ちょっと金魚ねぶたっぽいんだけど、ほらね、こう、この羽のところがね、金魚ねぶたの、あのヒレ、ヒレみたいな感じ。ほらほら、金魚ねぶたみたい。いただきます。ツルツルもちもち、では一旦ね、ここで締めさせていただいて、カラカラを食べるとこまで動画できるかどうかわかんないんで、もし動画撮ったらその後に続けますけど、一旦ねここで締めっていうことで、では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね頑張って動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。